さあ次は0時から6時。おかしいな。さっき時間変えたばっかりだと思うんだけど。深夜0時まで酒場は空いているらしい。都の要請によりね、22時ぐらいに閉めなきゃいけない可能性はあるけどね。あ、そんなに長い間隠れてたんだ。てか今始まったばっかりじゃねえか。チッカ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 。なんだろう、寝てんのかな。ぼーっと伝ってんのかな。はあ。疲れた。バットマンに見えた。エンジェルズ社タイムサービス中。ああ、客引きがいる。暁ワイナリーの募集要項、バイト。お、果樹園がイノシシに荒らされているらしい。週に十数本。割と多いよね。エンジェルズシェア、サービスタイム中だよ。ん？割引とかないのかい？うん。今なら、鶏肉と野生キノコの串焼きをプレゼントしているんだ。来たんだね。はい。来たってか、出て帰ってきただけだけど。あら、ジンさん。どうして団長が。先に言っておくと、僕が今回連絡したのは一人だけじゃない。それから、こちらはただのジンだ。団長としての陣ではない。正確には団長代理だけどね。栄誉騎士の君でもそうそう接触できない人物だろう。意外だ。天空のライアーの話は聞いていたが、まさか。そんなわけないじゃないですか。ではディルックが言ったように、ライアーの音で風魔竜が浄化され元に戻るという話は本当なのか。そうだよ。今この栄誉騎士は風魔竜事件を解決するために最前線で頑張ってる。さすが騎士団のスーパールーキー少年だよ。違法なこともやらかしそうになったけどな。そんなことよりライアーパクられたけどどうすればいいんだ。神話と関わるような荒唐無稽な説明を信じないのも無理はない。だが問題ない。詩人にもう一度歌ってもらって。この信じるさ。頑固な団長様を説得。うん。四風守護の東風の竜トワリン。彼の裏切る理由がどう考えてもわからなかった。数百年前のモンドを守る戦争で毒地の侵食を受け、目覚めた後もアビスの魔術師のせいで腐食を受けたのなら。でもこれは代理団長の立場としては絶対に口にできないことだ。ファデュインの圧力のせいで騎士団が公に風魔竜への善意を示すことは難しい。そんなことをすれば務めを放棄したと解釈される可能性もある。ふん、めんどくせ。そういうところも騎士団の嫌いな理由の一つだ。やはり暴力、やはり暴力が全てを解決する。ただこの正体のわからない異邦人をそのまま信じるとは思わなかった。先輩のような厳しくて慎重な人でもこの旅人を信用しているではないか。だから先輩はやめろ。触れちゃいけない過去があるみたいだな。とにかく天空のライアーについては心当たりがある。何？何事もないように話題を変えた。彼女やるね。やるね。モンドとスネージナヤの衝突、本質的には七国と七神の衝突だが、氷の神が率いるファデュイは風神が残した力を利用しようと企んでいる。ふん。トワリンを殺すつもりだ。そうだ。もし風竜を殺す計画を騎士団が止めたとなると、天空のライアーは彼らが唯一手にすることができる風神の力だ。モンドで単独行動しているファデュイのメンバーはいくらでもいる。すでにそいつらから情報を聞き出した。仕事が早いっすね。ディルックが手に入れた情報によると、ファデュイは天空のライアーをゲーテホテルに置いていない。さすがに彼らでもせっかく手にした聖遺物を半ば公の場所とも言えるようなところに置いておけないのだろう。
わかるわかる。大事になったら外交問題に外交問題につながるからな。言ってはいけない言葉っていうのがあるんだよ。七国同士の関係性はそういうものだ。異邦人、出発の準備はできているか。オーケー、行こう。さっきジンが言ってたよね、ファデュイの目的はトワリンの力を氷の神に捧げることだって。もしかしたらファデュイの考えを甘く見すぎていたかもしれない。彼らの本当の目的は風のつながりを利用して風神バルバトスを探し出すことにあるのかも。前にリサが暴風の源を探して3つの神殿にたどり着いた時みたいにね。風神、風神がモンドを離れて1000年は経っている。なぜ奴らの目的が神を探し出すことにあると思った？えへ、僕わかんない。いい、これ以上は聞かないでおこう。さあ、これを。なんだこれ。何これ。正体を隠すための変装だ。ファデュイに見つかる前に被るといい。よし、バイなの。何せファデュイはモンドにとって厄介な異国の客人だからな。僕たちはトラブルを起こしに来たが、面倒なことは避けた方がいいだろう。時間の流れって早いのかな。あ、やっと終わった。よし、行くぞ。また朝になってる。朝まで飲んでんのかこいつら。500m。ん？結構遠くない？どこだ？遠いわ。飛ぼう。飛びます。あと59m。イノシシがいる。襲うか。やったか。やったぜ。あ、魚もいた。獣肉、獣肉。隠れが隙間だ。天空のライアーを奪還するのだ。あ、これは久しぶりのダンジョンか。水晶元素、雷も必要だよ。この子を変えるしかないよね、雷に。やばい、うちのメイン武器がいなくなった。あなたのこと。まあ大丈夫か。行ってみるか。L1 プラス三角。君は一体何の属性を使えるのかな？炎だ。知らない。何？ニーハッ。なんていうかね、クールタイムが長い。通常のこれでも炎あんのかな。あれ、あ、リサちゃんだ。宝箱。何？ほっ。くらえ。攻撃力が高い。重いね、クールタイム。ほら、6秒。あれ、もしかして連発できるのかこれ。誰だよ。食べないでくれ。食べないでください。食べないよ。この辺の見張りが
全員倒されたもんだからアビス教団の怪物が攻めてきたのかと思ったぜ。命をもらいに来た。やめてくれ。そうだ、貴重な情報を教えてやるから。おう、よかろう。貴様は最後に殺してやる。実はモンドの至宝天空のライアーがこの遺跡の奥に隠してあるんだ。秘宝を保管する場所に入るには鍵が必要だ。鍵が欲しいならこの先だ。俺は持ってないからな。こっち来るなよ。ドイツが鍵を持ってるかは知らねえ部屋のやつ、とにかく部屋の中のやつらに聞け。かなりのビビリだな。あとは知らねえからな。モンドには俺らのファテスがいる。シニュラ様に見つかって目つけられても俺は関係ねえからな。全然知らない名前がいっぱい出てきてる。さっきのシニョーラかなんかってやつが盗んだやつかな。シニョーラって言ってたよな。変わった名前だな。ファデュイにいる11人の執行官、その8人目がシニョーラだ。ファデュイが七国をかっ歩しセピロス騎士団の脅威となったのはこの11人の執行官が原因だ。彼女に悟られる前に急ぐぞ。よし、急ごう。なんでやねん。行くぞ。さあ、いっぱいいるのかな。53名。なんかいっぱいいるね。お願いします。貪欲な。お前モンドとスネージナヤ友好協会の親善大使。そんな協会があるのか。何しに来た。捕食の調査。どっから湧いてきたか知らねえが俺をバカにしてんのか。天空のライアーのために来たんだろう。なんだ、話が早いじゃん。でどうやって借りるつもりだ。このリンゴでどうだ。ガキ、俺を舐めてやがるな。なんだ、それぐらいは分かんのか。スネージナヤの意志は氷のように固い。俺は屈しないぜ。よっしゃ。見つけた。覗き魔。ん？閉じ込め。あ。盗みに来たやつじゃん。もっと派手にやろう。こいつ雷だね。なんか急に女に変わったんだけど、どういうこと。いや火炎よ、燃やしとせ。で、剣が手に燃えるよ。鍵は置き込みがいいって言ってたな。別の部屋を探してみるか。いや、交渉がうまくいったら戦わずにいけるのかな。そんな感じがするね。てか広い、超広い。じゃあ次ここ行ってみる。お、宝箱だ。騙されたやったか。小麦が。鍵はここにないな。別の部屋を探してみるか。鍵が必要だ。じゃあ今度こそ交渉で。臆病。あ、なるほどね。おー、何をするんだ。降参した方がいいぞ。誰も助けに来ないぞ。門番は。そうだ、全員倒した。何？別に怖。そいつもついでに倒しておいた。いいだろう、門番の判断で。お前らを通すことにしよう。よし、勝った。しかし残念ながら
鍵はここにないんだ。次のやつに聞くといい。よし、早く開けろ。鍵はここにないって言ってたな。別の部屋を探してみるか。あとは最後の部屋一つだけだ。きっと鍵はそこにあるよな。こいつかわいそうだね。火炎よ、カットに入るわ。一方的に攻撃。体力完全回復してるんですけど。判決を。ほら、体力完全回復してるんだけど。これダメだな、これダメだこりゃ。これはあれかな、こいつがもしかしたら解放したのか。戦闘中はできません。こいつの交渉失敗したらここを開けられたのかな。あと一箇所。開いてんじゃーん。人参じゃーん。に大根じゃーん。ガイアか。くれ。おとなしく仕上がれ。あったかいから。風邪ひくなよ。ダメだ、足りない。こいつはどうだ。おとなしく仕上がれ。ガイアパイセンのね、R2 はねクールタイムが短くてすごい使いやすい。こいつはどうだ。しかも相手を凍らせれる。爆発スリル。小麦。お、こんなところに鍵があったようだ。じゃがいも。さあこの後はボスかな。今しか使えない、ね、星5のキャラクターを使おうじゃないか。エレベーターじゃん。いかにも戦ってくださいと言わんばかりの。ああるじゃん。あーずみ、デッドエージェント。どこから湧いてきた。このようなこと、シニョーラ様が許さないぞ。奴は炎ではないか。この私が代わりに片付けてやろう。あれ消えちゃった。復活ポイント。あ、お前そういうことか。消えてたのか。裁きを受けよ。このゲームって防御がないのか。今更だけど。ちょっとね、戻ってみるか。弱っ。あんま強化してないしな。風と共に去れ。風立ちぬ、風と共に去れ。これそうだよね。敵の位置ホーミングしてたよね。火炎よ、燃やろう。熱すぎる。畜生。いろんなキャラをね使ってみよう。リサさん、リサさん2発食らったらしいのな。早く投降しなさい。
レベル2だからしょうがないけど、2発食らったら死ぬな、この人。アペルダメージ7とか20とかだ。うん、よし、ダメだね。パイセン固めるんだ。こいつはどうだ。あんまり固まらない。この瞬間、お前を。よし。はい、結論。効果力でぶん殴れ。余計なことはええんや。殴れ。あばよ。逃げられなかった。わーい、天空のライヤーだー。ゲット。やっと天空のライヤーを手に入れたな。そういえばなんか仮面つけてる。さっきのやつ、いなくなってる。シニョーラ様は貴様らに制裁を下す。モンドの詩人は子供が眠れなくなるほどの悪夢として、それを死に残すことだろう。怖そうなこと言って結局逃げていったな。天空のライヤーゲット。かつては風神バルバドスの思考だったが、どうたらこうたら。で、酒場に帰ればいいんだね。宝箱を開けてから帰ろう。あれ、おい、宝箱ねえぞ。おダンジョンクリアしたら報酬だろうが。なんだ、俺ただ働きかよ。ねえ、どうせ天空のライヤーはイベントアイテムだから何の役にも立たんだろう。ってことは飛んだ方が早いね。飛びます。ワープ。